縁起を担ぐ宝石を持って自分の運勢を高めていませんか？毎日の日々の暮らし、きっとプラスになっていきます。試してみませんか？日本一の宝石の伝道師、えんちゃんです。縁起を担ぐっていう、その言葉聞いたことありますよね。よく朝出かけるときに右足から出ていくとか、茶柱が立って今日はいいことあるみたい、思いというかこだわりの中にいいことに変わっていくかもみたいな、そういう知らせとか自分の中のこだわりかもしれません。自分の中でいい方向に行くんであれば、プラス思考でどん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 自分を高めていく、それが昔から縁起を担ぐっていう言葉になったんじゃないかなと思うんです。そして実は宝石にもそういうことがあります。宝石と縁起を担ぐってどういうことなの？そう思われると思うんですけど、あるお客様で宝石を身につけている時、心が安定するらしいんです。そしてある日、初めて仕事に行く時に宝石をつけ忘れて出かけたんですね。だから生まれて初めてもらい事故に遭ってしまって、なんか真っ青な顔をして夕方お店にいらっしゃいました。いや、事故に遭っちゃったんです。こんなこと初めてで、またよりにもよって今日はいつもつけてるペンダントをつけてなかったんです。そう、これは偶然の位置だったかもしれないけれど、私が思うにはやっぱりその宝石ってその方のために来ているから、なぜかあるんですね。そういうことが、思い過ごしじゃないとかってそういう方もいらっしゃると思います。思い過ごしじゃないんです。その宝石は自分のためにやってくるんです。そしてプラスの波動を回転させるためにやってきます。その宝石を毎日つけることで、その方は例えば事故とか病気とかそういったものがあまり近づかないような、こうバリアみたいなのができてきます。これ波動の法則っていうんですけれども、宝石を持つことで自分自身が嫌なものとお別れするとか遭遇しないっていうことがあります。これ人間関係でも一緒で、よくお客様から言われるのは、職場で嫌だなとか苦手だなと思う方がいなくなるんです。それが病気とか退職とかそういうことじゃなくて、なぜか、あ、ご縁でおめでとうございますみたいな、そんな感じでいい意味で自分の前から遠ざかっているんですね。それはお互いのためにいいことです。宝石を持つことでいい縁を結ぶ、そして自分にとってあまりプラスじゃない縁は自然と流れの中で消えていく。特に人の縁は宝石の場合は抜群に効果大です。昔から言われています。なぜか分かりません。きっと自分の波動がその自分に合っている宝石を持つことで強力になるんでしょうね。縁起を担ぐ、宝石を持って自分の運勢を高めていませんか？その縁起を担ぐことで毎日の日々の暮らし、きっとプラスになっていきます。本当かなと思う方も必ず何かあれと思うことがあるはずです。試してみませんか？これは単なる言われだけではないと思います。えっちゃんでした。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価、LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。